チームで一番仲良しは誰ですか？一番仲良しは、ピッチャーですよね、基本的に。年近いピッチャーなんで、今井さんとか、結構僕キャンプ1年目2軍スタートで普通に高卒なんで、雑魚なんで。で、僕みたいなやつは2軍スタートで、で、そっからね、今井さんが確か同じ部屋だったんですよ、1年目。そっから仲良くしてもらって、わ、甲子園優勝した今井さんじゃんと思って、ずっと、あれでした。はい。ずっと同じ部屋で暮らしてました。